今回もひろしの日常日記、ひろしの一人ブラッド旅、ご覧いただきましてありがとうございます。おはようございます、森山ひろしです。さあ、私昨日からもう一つのお仕事でここ広島県広島市に入ってきております。今日ですね、ちょっとお時間がたくさんありますので、ちょっと僕が行ってみたいところが一箇所ございます。そこに行こうかと思います。今回のひろしの一人ブラッド旅、どこに行くでしょうか。お楽しみに。それでは今回も元気よく行ってきます。のアストムラムライン、何だったかな口噛んじゃった、広域公園前駅っていうところにやってまいりました。なぜここにやってきたかと言いますと、今日はもう一つのお仕事で広島に来たと言いましたね。実はここの、広島修道大学っていうところに来たんですけど、その大学の横にこの広域公園前駅っていう駅がございます。実はこの列車になるのかな、何になるのかな、東京で言えばゆりかもめみたいなやつになりますけど、その車両乗ったことないんですよ。なので今からちょっと時間がありますので、終点までちょっと乗ってみたいと思います。今回のひろしの一人ブラッド旅、ここ広域公園前駅やってまいりました。それでは広島市内の方へ行きましょう。なんかアストラムラインっていう名前でしたね。下に確かタイヤがついてるタイプの車両だったんじゃないかなと思います。乗ったことないんで、やっぱりせっかく来たら乗りましょうよ。森山ひろしね、飛行機も大好きです。列車、鉄道、すべて乗り物大好きです。じゃあ乗るしかないでしょということで、来ました。次は10時10分、あと20分、10時ですね。広域公園駅っていうのはこんな感じ、わかります。なんか終点は本通りっていう駅みたいですね。さあ、駅のホーム行きましょう。到着いたしました。本通り駅ですね。アストラムラインに乗って広域公園前から、途中なんか気になる駅があったので、ちょっとご飯を食べてそこの気になる駅で降りてみようと思います。それでは先ほど
気になる駅があると言いましたよね。それがここ、長楽寺っていう言ったかな、長楽寺駅で降りてみました。なぜ僕が長楽寺で降りたかと言いますと、実はね、やっぱり僕飛行機もそうですけど電車も乗り物全般大好きです。こういうね、鉄道記念館とかね、ミュージアムとかね、博物館とかね、いろんなそのワードを見ちゃうと、え、行ってみたいってなりますよねということで、途中下車して今沼地交通ミュージアムっていうところに行っております。行ったことないのでちょっとねワクワク感がありますよ僕は。い、それでは入ってきました。ですね、動画撮影写真も OK ということだったんでしてます。ただ一部ね、ダメなところもあるらしいので、その都度そこにご遠慮くださいって書いてあるらしいです。で、いつもね自撮り棒で撮ってますけど、やっぱり自撮り棒を撮って撮影しちゃうと他のお客様にもね迷惑かかりますので、今回もまたこうやって手持ちで撮ります。あー、なんか科学館みたいなやつなんですね。すごいすごいすごい。はい、見てきました。今日ちょっと 人が多いっていうか家族連れがちょっと多かったので、動画もねちょっと控えながらやらせていただきました。マツダのね車とかが飾ってあったんですけど、本当に懐かしかった。僕もね車大好きなんですよね。でやっぱり18の時に免許を取っていろいろ乗ってきましたけど、うわ懐かしいってね思う車がありました。先ほども言いましたけど、無料のスペース、そして有料のスペースあります。ぜひね、家族連れの方が多かったので、お子様いらっしゃる方、そしてまあいない方でもね、楽しめる場所でございましたので、ぜひ行ってみてください。アストラムの長楽駅からね歩いてもすぐです。駅からね歩いてすぐでしたので、車も駐車場ありました。はい、それでは到着いたしました。どこに到着いたしました？大駅公園前駅でございますね。初めてアストラムライン乗らせていただきました。今回もね、乗ったことない列車、まあこれは列車っていうのかなに乗りましたけど、本当に楽しかったです。ありがとうございました。で途中ね気になる駅ありましたから途中で降りましたけど、ちょっとねまだまだ時間はあるんですけど、天気も若干悪くなってきたので、もう早速また日本語がおかしいね、もう森山は、ね、天気が悪くなってきてますので早めに帰ってきました。
明日はどうも雨予報なので明日はどこも行けないかな。でも明後日はね最終日晴れ予報でございますので、今度は広島駅にでも行きたいと思っております。ぜひお楽しみに。さあ今回のひろしの日常日記、ひろしの一人ブラッド旅はここ広島アストラムラインに乗ってきました。それでは皆様またお会いいたしましょう。さようなら。やる？またやる？わかりました。アストラムライン、ありがとう。戻ってきた。今回も